はい、村松さんこんにちは。こんにちは。カール・フォン・リンネのデザイナーの村松圭一と申します。今日はよろしくお願いします。カール・フォン・リンネは秋冬コレクションとカプセルコレクションと販売させていただいて、おかげさまですぐに完売させていただくことができました。でそのおかげで今回春夏コレクションをリリース、そして販売に至ることができました。本当にお客様の皆様ありがとうございました。でその中で今回また新しく発表するわけなんですけれども、秋冬コレクション欲しかったけど買えなかったっていう声もたくさん届いているので、今回は生産数ももう少し増やせるように日本中の工場さんにも協力いただいて、今回ラインナップを増やすことができました。で生産数も増やすことができたので、焦らずにこの動画を見て購入していただければ幸いです。よろしくお願いします。では最初にアイテムのラインナップを簡単に説明します。今回はまずテーラードジャケット、ノーカラージャケット、ブルゾン、パンツ、そしてメンズのシャツにレディースのノーカラーシャツ、そしてワンピース、そしてコートで、それからニットのセーターにカーディガンと T シャツ、そして秋冬コレクションのと同じ形としてロングシャツとフーディ、そして最後に簡単なトートバッグをご用意しております。ちょっと動画長くなるかもしれないんですけれども、最後までご覧いただければ幸いです。よろしくお願いします。はい、ではモデルさんこちらへどうぞ。まず最初にリネンのシリーズからご紹介していきます。今着てくださっているのは、リネンのテーラードジャケットになります。こちらのテーラードジャケットは男性の標準体型の方をベースにしているんですけれども、今着てくださっているように、女性が着ても素敵に着こなせると思うので、今日のこの動画を参考になさってみてください。で、こだわりのポイントはまず素材が、静岡県浜松市で織っているリネンを使っています。でリネンを、細い糸を高密度に織ることによって非常に表面が、綺麗で滑らかで、リネンは着れば着るほどまた柔らかくなってくるので、そういったそのナチュラルな素材感だとか柔らかさを楽しんでいただければと思います。で、今ちょっと見れないんですけれども、袖裏にキュプラの裏地が入っているので腕の通しもいいっていうのが特徴です。で、お洋服のこだわりのポイントを説明すると、ちょっと手をじゃあこう広げてもらって、ここのジャケットの身幅が一般的なジャケットよりも少し幅を広めにとってあるので、そのお洋服のシルエットにちょっとこだわりを作ったジャケットになります。で閉じてください。じゃあ横を向いてもらって、でこういったボタンが3つついているんですけれども、ちょっと男性用の体型に作ってあるので、女性でちょっと袖が長いなって思ったら、もちろんこうやって折ってもらうと、裏地のキプラの裏地の光沢感が出てくるので、こういった形で着てもらってもとっても素敵に着れると思います。じゃあ後ろで、後ろは、こちらのジャケットは、ベンツの空きもないようなスタイルになります。じゃあ正面向いてもらって、で以上がジャケットの説明になります。で今着てくれているのがサイズが S サイズになります。で今のモデルさんの身長が161センチなので参考にしてみてください。そして M サイズです。そして L サイズになります。こちらの、3サイズの展開になっています。で、着丈と身幅が S、M、L でかなり違うっていうのもまた特徴の一つです。今こう合わせてもらっても、はい、出丈でこのぐらい違うので、はい、こちらの動画また参考にしてご自身に合ったサイズを選んでみてください。はい、今着てもらっているのはノーカラーのジャケットになります。先ほどのジャケットと形は同じなんですけれども、襟がないっていうのが特徴です。そして先ほどのジャケットと同じなので、身幅のシルエットも少し広めにとってあって、シルエットもすごくこだわって作っています。でこちらのジャケットを作った理由が、普段、ジャケットを着ないような方でもカジュアル感覚でカーディガンのような感じで気軽にちょっと
ピシッとちょっとだけ引き締めたいみたいな時に着てもらえると嬉しいなと思って、襟がないジャケットをデザインしてみました。でこちらが今着てもらっているのがベージュの S サイズなんですけれども、他にも、M サイズ、そして L サイズと3色展開の、3サイズ展開になります。はい、次にご紹介するのは同じリネンの素材のブルゾンになります。今着てくださっているのはサイズ S サイズで、僕が今着ているのが M サイズになります。でこちらのブルゾンは今着ているようにユニセックスを意識してデザインしているので、男性が着ても女性が着ても素敵に着れることができると思います。はい、そうしましたらこちらの形がまた特徴なんですけれども、ここの袖周りがすごくゆったりと広めにとってあるので、今着てもらっているようにちょっとこうゆったりと生地がこうたまるような感じで着てもらえればと思います。はい、では袖口の説明をします。ここにボタンが袖口に実はこう2個ついているので、ちょっと袖をこう長く着たいよっていう時は深いところで長く着たいっていう時はこちらの外側のところで、でちょっと生地を溜めて着る場と生地を溜めて着る時は袖口を狭いところでボタンを留めてください。そうすると手首のところで袖が止まってここに生地が溜まる、そういうデザインになっています。で僕も今そんな感じで着ています。そしてこちらのブルゾンは前立てがボタンになっています。こういった形で前立ての中にボタンが隠れているので、こういったボタン開きの仕様になっているっていうのも特徴です。じゃあ横向いてもらって、でまたシルエットの特徴なんですけれども、この脇から、はい、後ろを向いてもらって、後ろ身頃にも裾にゴムが入っているのでちょっとこう生地がたまる、そういうデザインになっています。でまた正面を向いていただいて、はい、でここにポケットがあるという感じですね。はい、次に紹介するのはリネンのパンツになります。こちらのパンツは先ほどご紹介したブルゾンだったりジャケットと同じ生地になるのでセットアップで楽しむことができます。でこちらの生地は先ほどもお話ししたようにベルギーのリネンを使っています。そのため、光沢感がすごくあって、履けば履くほど柔らかくなるっていうのも特徴ですし、リネンなので、春夏の時期にすごく暑い日も多いと思うんですけれども、そういった時に風通しがすごくいいのでとても涼しく着れるっていう特徴もあります。でこちらのパンツのこだわっているところが、こちらのシルエットなんですけれども、ちょっとだけ、足首に向けてシルエットがちょっと細くなっている、そういったパンツになります。ではちょっと横を向いてもらって、でこちらからウエストにゴムが入っているので、着脱がすごく伸びるので楽っていうところも特徴の一つですね。で後ろを向いてもらって、でお尻周りのところもゆとりを結構多めに入っているので、ちょっとお尻が隠したいっていうような方にもこのパンツはすごくおすすめになります。じゃあ正面向いていただいて、で今着てもらっているのが S サイズ、そして私が履いているのが M サイズになります。そしてモデルさんどうぞ。こちらのモデルさんが履いているのが L サイズになります。はい、で3色3サイズ展開のリネンのパンツになります。次は、ノーカラーシャツ、襟がないレディースのシャツの紹介になります。こちらは静岡県浜松市で織ってもらった生地を使っているんですけれども、すごく光沢感があって綺麗なのが特徴のシャツ生地になります。でこちらはブロードっていう生地なんですけれども、1年を通して着れるそういったシャツ生地になっているので、そうですね、春夏コレクションなんですけれども、秋冬もインナーだったりで着れてすごく楽しめると思いますし、シーンも選ばないようなちょっと綺麗な、雰囲気に見えるようなそういったシャツになっています。そしてサイズ展開は S、M、L の3サイズ展開、そして
白と黒の2色展開になっているので、好みだったり体型に合わせて S サイズ、M サイズ、L サイズを選んでください。ただ1点ちょっと注意していただきたいのが、あの S、M、L サイズなんですけれども、ちょっとこれを持ってもらって、今こちらが S サイズ、黒が M サイズ、モデルさんが着ているのが白の L サイズなんですけれども、例えば M と L を比べてもまた袖丈が、このぐらい違うので、また商品ページのサイズ表記をよくご確認してもらって、サイズには特にまた注意してご購入ください。こちらのノーカラーシャツのデザインのポイントが、白の時にこの前立てがちょっと、透けていることによって前立ての、デザインが、さりげなく入っているのが私的なこだわりの一部になってます。なのでちょっと一味違う、シャツを着ているっていうところで、ちょっと満足してもらえれば嬉しいなと思っています。はい、メンズの襟付きのシャツの方も、女性が今着てくれているシャツと素材は全く同じ素材なんですけれども、同じように、光沢がすごくあって、非常に肌触りがいい、そういったシャツ生地を使っています。で、シルエットの方も少しセミワイドなシルエットになっているので、こちらの方も体型を問わずどなた様も着やすい、そんなシルエットになっていると思います。で、またサイズが4サイズあるので、サイズ商品ページのサイズの寸法をよくご確認してご購入ください。はい、じゃあ次のモデルさんどうぞ。で、こちらのモデルさんが身長183センチです。では、セーターの説明をします。今着てもらっているサイズは L サイズのセーターなんですけれども、素材はコットンです。で、こちらのセーターの、こだわっている点がこの編み方ですね。のこういった、編み方になっていて、僕ニットがすごい得意なデザイナーなんですけれども、編み方を、一から考えて、そしてこちら福島の工場さんで編んでもらっているんですけれども、そちらの工場さんと何度もやり取りをして、ようやく出来上がったコットンのセーターになります。ちょっと透けるようなサマーセーターになるので、インナーに T シャツ着てもらったりだとかシャツを合わせて楽しんでください。でシルエットもちょっと、ゆったりとしたような、そういったシルエットになっているというのもデザインの特徴だったり、襟周りもちょっとここのリブが気持ちちょっとハイネックというか、高くデザインしてあるというのも特徴の一つです。そのため、ちょっとこの辺が、上品に見えて、ファッショナー襟が高く見えて、コンパクトに見えるので、ちょっと上品に見える、そういったデザインになっています。こちらのセーターの色とサイズのご説明をします。今着てくださっているのが L サイズ、他にS サイズと M サイズ、3サイズ展開、そして色がきなり、オフホワイトとブルーとブラックの3色展開になります。で、こちらのセーターは男女ともに楽しんでいただけるような形になっているんですけれども、サイズが S、M、L ですごく着丈や袖丈が違うので特にご注意ください。例えばですね、S サイズと M サイズを比べても、袖と袖を合わせてもこのぐらいサイズが違うので、こちらの方も商品ページでサイズの寸法を十分注意してご購入してください。じゃあ次にカーディガンの説明をします。こちらは新潟県の第一ニットマーケティングさんというところで編んでもらっています。このカーディガンのすごいところが、国内ではそこの工場さんでしか編むことができない特殊な編み機で編んでいるため、非常に、編み目が小さくて、綺麗な表面をしている、そういったニットになります。で、さらに綺麗なだけじゃなくて、横編みのニットっていう編み方なんですけれども、すごく伸縮に優れ、この弾力性に優れているっていうところが特徴の一つですね。で、こちらのカーディガンもコットンのカーディガンなんですけれども、1年を通して着れるような、生地感になっているので、すごくずっと楽しめると思うのでおすすめになります。で、サイズの方が今私が着ているのが M サイズなんですけれども、
他に S、そして M、そしてこちら L サイズ、そして XL サイズと4サイズあります。色は、私が今着ている木グレーと、シルバーグレー、そしてブラック、色が3色展開ですので4サイズ展開の3色展開になります。そしてこちらの方も男女ともに着れるデザインになっているので、サイズが、S、M、L によってすごくまた違うので、特にまたご注意してご購入なさってください。はい、では次またモデルさんどうぞ。次はコットンのワンピースドレスのご紹介になります。こちらのお洋服なんですけれども、すごくシルエットが綺麗で、生地の張りもすごくあるので、すごく今お似合いで着てくださっているんですけれども、こちらの生地は実はコットン 100% の生地になります。これも静岡県浜松市で生地を作ってもらっているんですけれども、コットンってどうしてもやっぱりナチュラルな素材なので、優しい印象になるんですけれども、こちらのコットンはすごく綺麗で、張り感もあるそういった生地なので、ちょっと大人っぽいというか、そうですね、上品というか、そういったお洋服になっています。でこだわりのポイントなんですけれども、襟が少しハイネックになっているので、首元をコンパクトにシャープに見せることによって、またその、大人のスマートさというか、綺麗なモード感を楽しめる、そういったお洋服になっています。そして、ベルトもついています。こちらのワンピースはベルトで、キュッと締めることもできるし、ベルトなしで、ちょっとゆったりとしたシルエットも楽しめるので、ちょっと気を引き締めたいときはベルトを使ったりだとか、普段生活で動きやすいというときはベルトなしで楽しむということもできるワンピースになっています。そしてさらにこの、お洋服の形、袖がすごく特徴的なディティールがあります。カフスがですね、こういった形になっているので、またちょっと着たときにちょっとなんか特別なシルエットっていうものを楽しんでいただけると思います。袖がですね、カフスのところにボタンがここに4個ついているんですけれども、細く袖口を細くすることができます。細くすればより手首の上で袖が止まるので、ここで生地がたまって、こういったシルエットも楽しめます。なのでお洋服ちょっと大きめを買って、ここで生地を貯めて遊ぶっていう着方もできます。でまた横を向いてもらって、そしてですね、裾には、スリットが入っています。なので、裾周りは広いんですけれども、すごくこう足を広げて歩きやすい。でそして、ちょっと足が見えていて、靴下だったりだとか靴も素敵に見える、そんな効果があります。じゃ後ろを向いてもらって、でここにこういったタックが入って、生地の分量がここに入っているんですね。そのためまたじゃ正面向いてもらって、このベルトをちょっとキュッて締めた時により、シルエットがキュッと細く見えるというか、シルエット楽しめる、そんなお洋服になっています。でこちらのベルトなんですけれども、ここにバックルがあって、ベルト穴だったりベルトのピンというものがない布のベルトになっています。なのでご自身お客様の体型に合わせて、好みに合わせて自由にバックルの位置を調整することができます。そしてこちらのワンピースはベルトはついているんですけれども、ベルトループがついていません。なので、お客様の身長に合わせて、自分の好みに合わせてベルトの位置の高さも調整できます。さらにお客様が持っているご自身のベルト、こちらのベルトを使わずにお客様が持っているベルトを合わせてもらっても、ベルトループがないので好きなベルトの幅のものを締めることができるので、そういった楽し方もできます。今モデルさんが着ているのが M サイズ、そして S サイズ、2サイズ展開になります。で S サイズと M サイズで全体的にサイズは違うんですけれども、特に違うのが着丈になります。着丈が10センチほど違うので、
こちらの方もまた商品ページに書いてあるので特にご注意してご購入してください。で、お色がグレッシュベージュとダークネイビーの2色展開ですので、2サイズ展開の2色展開のワンピースドレスになります。では次は、コットンのコートのご紹介をします。こちらのコートの、こちらのコートも、静岡県浜松市で織ってもらいました。ちょっと特殊な織り方をしてあって、そのため表面が、ちょっと凹凸感があるそんな生地になっています。そこの工場さんがまるで壁のようなので壁織りっていう名前をつけて、いるのもすごく印象的な生地になります。はい、でこちらのコートが、コットン 100% なんですけれども、凹凸感があって、手触りがすごくいいんですけど、同じようにまた柔らかいそういう生地になります。そして、春夏コレクションなんですけれども、こちらは秋口にも着れるような着れる時期がすごく長いような生地がすごくしっかりしているそういった素材です。はい、でデザインの特徴ですね。今、前開きで着て、襟をこういった形で着ることもできますし、ここを全部締めてもすごくかっこいい感じに着れます。ではモデルさんどうぞ。一番上まで留めると、こういった、形になりますね。はい、そしてこちらの洋服、デザインのポイントがここの脇にちょっとゴムが入っていて、ほんのちょっとだけシュレットを黒雲状にしています。そのためまたじゃ横向いてもらって、はい、で後ろ向いてもらって、でまたじゃ正面向いてもらって、はい、コートなんですけれども、このシルエットがすごく特徴的なコートになっているので、ちょっと特別感を味わってもらえれば嬉しいです。はい、でここの 胸元にもファスナーで開くポケットがついています。でこちらのコートなんですけれども、袖口に、ボタンが2個ついています。なのでちょっと大きめのコートを袖をまたここを留めてきてもらうと、こんな形で、袖にまた生地がたまって、こういった着方もできます。ですのでお洋服サイズが S、M、L サイズあるんですけれども、またサイズ表記をちゃんとご確認いただいて、ちょっと大きめのコートを買ってもらって袖をちょっとここに溜めて着る、そういった着方もできる、そういったコートになっています。今女性モデルさんが着てくれているのが S サイズ、他に M サイズ、そして男性モデルが着ているのが L サイズ、3サイズ展開になります。こちらのコートも男女ともに着れるようなデザインになっているんですけれども、サイズが S、M、L で袖の長さだったり着丈の長さがすごく違うので、こちらも商品ページをよく見てご注意して ご購入ください。カラーはベージュとブラックの2色展開の3サイズ展開になります。では次は T シャツのご紹介になります。今回の T シャツは、オーガニックコットンを使っています。オーガニックコットン その綿の素材の良さをできるだけ引き立てる、そんなような、作り方をしているので、とてもふわふわしていて着心地がいい、そんな特徴があります。で、じゃあちょっと腕を広げてもらって、でこちらの T シャツがビッグシルエットになっているので、ちょっとゆったりとしたシルエットになっています。ですのでお客様の体型も自分の好みに合ったサイズを選んでもらえれば、どなた様でも着て楽しんでいただけると思います。で、こちらのデザインのポイントが、襟ぐりだったり、裾の、縫製の、ここの幅だったり縫製の仕方に、ちょっとだけ、こだわっていて、こちらがすごく綺麗に縫われているのも、秋田県の、縫製工場さんの技術力によって、襟ぐりがちょっとキュッて詰まったようなデザインになっているんですけれども、すごく伸びるので着脱もすごく楽にすることができると思います。そしてこちらの T シャツがサイズが S、M、L、XL の4サイズ展開で、色がきなりのオフホワイトと、グレーと、じゃあモデルさんも1人、はい、
こちらどうぞ。はい、でブラックの3色展開になります。はい、で T シャツの方が今モデルさんが着てくれているのが M サイズ、そして男性モデルが着ているのが L サイズになります。他に S サイズ、そして XL サイズがあります。ですのでこちらの T シャツは4サイズ展開の3色展開になります。はい、次はフーディーの説明になります。フーディーは秋冬コレクションでも販売させてもらったんですけれども、とてもご好評いただいているので、今回は春夏素材に生地だけ変えて今回も登場しました。こちらのフーディーのこだわりポイントがまたシルエットになります。結構身幅だったり袖周りをゆったりしてたりだとか、袖の長さもちょっと長めにして生地をたっぷりとしたシルエットになってますが、こちらを楽しんでもらえたらなと思ってこのフーディーができています。そしてパーカーのフード部分もちょっと立体的な形になっているので、こうかぶってもすごいおしゃれに見えると思うので、また楽しんでみてください。はい、次にコットンシャツのご紹介をさせていただきます。コットンシャツもフーディー同様に秋冬コレクションで販売したんですけれども、すごい大反響いただきましたので、春夏でも販売させていただくことになりました。こちらのコットンシャツは春夏素材にちょっとだけ生地を薄くしています。で、特徴なのがこのちょっと、シワが入っている、そういった加工をしています。こちらのシワ加工は普段の洗濯で洗ってもシワは取れないような加工になっているので、安心してお使いください。普段アイロンがけとかが面倒だなって思うような人にも、シワがあって可愛いシャツなので、そういった方にもおすすめできます。でこちらのシャツは今モデルさんが着てくれているのが M サイズ、私が着ているのが L サイズ、2サイズ展開で白と黒の2色展開になります。以上がカールモンリンネ春夏コレクションの発表になります。秋冬コレクションをご購入くださった方だったり、カールモンリンネの制作に携わってくださった工場の皆様のおかげで、今回もカールモンリンネ春夏コレクションをお届けすることができそうです。本当にありがとうございました。でさらにたくさんの方が応援してくださっているおかげで、少しずつにはなりますが就労支援活動にも挑戦することができるようになってきました。そちらの方もご協力くださっている関係者の皆様、本当にありがとうございます。でこれからカールモンリンネの商品が発売開始になります。URL は、動画の説明に載っているので、そちらから、新商品ぜひご覧いただければ嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。